大佐スカイライン沿いの標高およそ8 0 0ルにある山桜です雪の重みで枝が這うように伸びる姿から新潟市の写真家故天野隆さんが天に昇る竜に例えて川柳桜と名付けました今年は平年より1週間ほど早く咲き始めゴールデンウィーク後半の暖かさでほぼ満開となりました 山桜独特の淡いピンクの花びらが青空や残雪に生え、訪れた人たちを楽しませています。初めて見ました。憧れでした。山にマッチして雪も見えますし。素晴らしいと思います。なんか歴史があって、すごくあの。素敵ですね。すごく女王様って感じ。<laughs> 今年はすべての枝で花が開き。 ここ数年で最もきれいに咲いたということです千竜桜の見ごろは今週いっぱいです